ウジェーヌ・ポティエは、フランス・パリ出身の詩人、革命家。革命家、インターナショナルの作詞で知られる。布地の図案デザインを制御にしながら、1830年、初めての大衆歌謡、自由万歳ビブラ・リベルテを作曲。1840年、今こそ、一人一人が立ち上がろう。イレビアントンクシャ君トサパートを発表した。1848年、2月革命に関与。 その後、第2訂正下では、プリント布地の会社を経営。1864年、布地デザイン業者組合の発起人となった。この組合は当時結成された第一、インターナショナルにも加盟することになった。1870年に、プロイセン軍によりパリが包囲されると、国民軍の一員として戦闘に参加。1871年のパリコミューンにも、 積極的に関与し、パリ肉大議員に選出され、公益務委員会の議長を務めた。地の一週間の戦闘にも参加した。1871年6月、パリで投資業を重ねながら、市、インターナショナルを完成させた。イングランドに亡命。1873年5月17日、欠席裁判で死刑判決を受けた。その後亡命先を、 アメリカ合衆国に移し、国外追放になったパリコミューン参加者たちの連帯運動を組織した。同地でフリーメイソンに加入。また、社会主義労働党にも参加した。1880年、読者を受けて、再びフランスに戻ったが、破産状態にあり、半身不随であった。作詞活動は続けたが、貧困のまま死んだ。 ペール・ラシェーズ・ボッチのジェーヌ・ポティエの博士後1年を過ぎた1888年、リール出身の労働者、音楽家、ピエール・ド・ジェーテルがポティエの詩、インターナショナルに曲をつけたことによって、ポティエは脚光を浴びることとなった。この詩が書かれたのは1871年6月、パリコミュンチンーン鎮圧のただ中であったのだから、すでに17年の歳月が過ぎていたことになる。 ポティエの死後も彼の歌は社会主義と共産主義を問わず、あるいはまた無政府主義や絶対自由主義であれ、様々な立場に立つ芸術家たちによって繰り返し話題にされている。現代フランスの音楽家、ジャン・フェラの歌、ラ・コミューン・ラ・コンミューンもまた、ポティエを取り上げている。ウジェーヌ・ポティエの墓はパリのペール・ラ・シェーズ墓地にある。チャンツ・レボリュショネール、ユージン・パティア、 ビューロージコミテパティア、サセ百8 9 5コート BNFFRBNF31141041。この文章は、ガリカで読むことができる。ありがとうございます。